どうも、ここは越前花南道駅です。今いるホームは敦賀京都方面の隣はお堂ですね。行き列車のあっち側ですね。今カメラ向けてる方面のホームです。で、ここは九頭竜線の乗り換えの駅ですね。北陸線からの。あいにくの雨です。これ乗り換えるとき嵐とかだったら最悪ですね。これジョボジョボなりますよ。これもし嵐だったら乗り換えとかしてするとき屋根ないし。で、九頭竜線のホームですね、ここは。あっちが六条らしいです。らしいです。乗ったことがない、ありません。ちょうど今何か取り壊し作業してますね、近くで。ほらほらほら、工場かなんかの跡かなだと思います。で、目の前に工場、ほら工場あります。なんだこれ、ガスかなんかですかね。で、この階段を上る と福井方面か、福井金沢方面行きのホーム行きますね。隣がちなみに福井駅です。結構駅前栄えてると思います。ほらビルとかあるし、ビルとかなんか会社とかあるし、そこそこ栄えてると思います。まああまり広くはないホームですね。個室の待合室はホームの中にはありません。はい、乗り換え案内されてます。まあこんな感じですね。特に言うことはない。
はい、IC ありません、改札も、改札もありません。ちなみに無人駅です。使用済みの切符運賃をこのお金入れください。何もありません、うん、おっと危ねえ滑った、雨で滑った。なんか わりかし立派な駅だと思います。そこそこ湖西線と違いそんなに上にあるわけではありません。駐輪場ただですかね、無料ですかね。ぎっしりありますね、ずらーすげえ量。うん、あれは車屋かな。ここはトイレになっております。そこそこ栄えてますね、駅前。ほら、はい、福井まで140円となっております。安い安い。自販機が1個ですね、ほれほれ。本数は1時間に 割と多いです。8時台がやけに多いな。そこそこありますね、2本ぐらいありますね、だいたい1時間平均。おそらくゴミ箱あります。椅子がずらー。ここが唯一の個室ですね。傘あるし、なんだこれ、なんだこの石は、まん丸の。なんであるこんなところに。禁煙です、当たり前だ。福井の目と鼻の先ですね。なんで無人なんだろう。結構地理的に重要じゃないかな。やべえ。これダメでしょ、これ。なんつうドアや。まあ、ご視聴ありがとうございました。